とりあえず本日2箇所目とか、まあ、そんなことはどうでもいいですけど、あの赤い橋を渡ると悪運が取れると言われてる赤い橋でございますね。すごいよねこの手彫り岩窟。何でもこう火つけたのかな、よくわかんないけど黒だけど、ちょっと近すぎか。見て、貼り付けじゃないからね、1枚の岩から削り取ってるからね。ここも、ここはどうなのあれ。ああでもこれも削り取りなのか。書いてあるけど僕には分かりません。ここの穴もなんだか分かりません。手彫りの跡。これは何なんだろう。分かんない。全部わかんないですけどね。まあ、ここは押島なのかね。押島。これ井戸かなんかなのかな。ぽいな。蓋されてるけど。ね、なんかここはなんか押島みたいですけど、押島っていうと。福井県の東尋坊の近くにある小島が有名ですけど、ここは東北地方、宮城県、見る、はい、松が大量にあります。松島の中の一つの小島でございます。大小40いくつかの島があるんだっけな。その中でも数箇所橋がかかってて、歩いて渡れる場所があります。その中の一つですね、渡月橋小島。あ、漢字はこれです。漢字これで、この先のこの島で修行と、あとはお墓が あるみたいですが、お墓が修行場所だったみたいでね、でそこに渡るこの橋を越えていくんですけど、悪縁を断ち切ると言われてる橋でございます。あ、もう今こっからじゃ見えないか。松島には3箇所この赤い橋がかかってるんですけど、順番通りに渡るとなんか良縁があると言われてるみたいです。その一番目の橋がこの渡月橋でございます。いやこれさ、40分、50分ぐらいの動画になっちゃうのかな。どうしよう、途中で一回切った方がいいのかな。あ、これトンネルか。ちょっと逆回りしようか。トンネルは最後に、トンネルを越えて終わりにしようかな。これ回り方とかも全然わかんないよね。この辺は桜一円がこんな綺麗に咲いてます。咲いてますとか言って。でもこの島さ、一円玉が多いんだけどさ、よく調べてないんだよね、なんで一円玉なんだかが。見て、ずっとだよこれ、はい、ず
ずっと掘ってあるんだよ。ずっと。2段目もあった。こっちも2段目あるんだ。いて。根っこがね出てるからね歩きづらい、うん、どこまで行って戻ればいいんだろう。おしまいかな、とりあえずおしまいかな。ずっとあるんだねこれ、海岸沿いに。いやすぐ登って神社見せようかと思ったのに神社見せようかと思ったのに。この辺の盾ってさ腐食したのかな。そうじゃなければもともとこういう風に掘ったのかな。よくわかりませんけど、いやこれでほぼほぼおしまいか。戻りましょう。でもこれ動画どこで切ろうか、ちょっとこの先のさ岩窟もトンネルも神社も全部気になるんだけど、もう7分でしょ。普段だったらさ1個の動画をさ10分前後にしようとしてるんだよね。さてさてどうしましょうさてさてどうしましょうって感じだけど、スタート地点戻ってきました、これ登るとすぐあそこに神社があるんだよね。神社が、よいしょ、戻ってきました。一円玉が咲いてる&桜、行きましょう。書いてあるんだけど全然わかんないよね。よいしょ。昭和5年はわかる。3月15日もうわかる。わかんない。最後は神、大明神か。大明神、大明神、稲荷大明神か。ちょうど割れてるからわからないよね。お邪魔します。なんかここもさほら見て、この光ってるの全部一円玉だよ。隙間じゃねえよ、隙間にみんな一円玉詰めてるからね。すごいでしょ。ずーと思ったら釘あったね。すごいよねこの木組み。ほら。で後
後ろを見るとまた岩窟。お地蔵さん。よいしょ。これは後で置いたような気がするけどね。間の奥に屋根だけ。このホースは何なんだろうね、パイプは。ここで修行をしてたんだって。で、とある人が14年ここで修行をしてて、その時の偉い人に松を100本もらって、なんか、あ、1000本か、なんかこうやって松島になったっていう話だけど、まあ詳しいことはちょっと調べてください。松尾芭蕉も来たから、奥の細道。ここで見れるか、少し。ここに橋があるんだけどね。これが2番目に渡る橋。今日は渡ん、ああ、どうしよう。どうしよう。そうするとさ、3カ所橋を渡った後に、なんか神社に行かなくちゃなんないんだよね。この山の中にある神社。でそうすると良縁があるっていう話。よいしょ。ね、こういう建物が何個かあるんだけど、この奥にももう一個あるんだけどさ、どれかがね、なんか、なんだっけ、パッポ、はい、伊達政宗が作らせた建物があるみたい、ちょっと覚えきらなかった、いろいろ勉強とか、ちょっと前情報を入れようと思って、パパッと見たんだけどね。ここからだったら少しは綺麗に見れるか。風切り音うるさかったかな。あ、立体音響なんで、イヤホンをしていただくと、左のイヤホンからオイラの声が聞こえます。メインで右手で持ってるからね、左のマイクの方が近いんだよね。13分、長くなるねこれ。今半分は行ったかな。半分は行ったかな、無理やり。あー、立ち入り禁止、立ち入り禁止。六角堂、残念でした。戻りましょう。赤い橋見れるかな。この赤い橋からぐるっと島こっち回ってきて、これからこっち回りでぐるっと行く。どうしよう、これ一本の動画で出すの？長いぞー、長いぞー。しかもメイン後半だしね、トンネルあるし。まあ、ま
またこれ登っていかないと反対側行けないのか。よいしょ。さっき景色を見せたところがここで、今度はここを降りていきます。根っこがあるから来る方は気をつけてくださいね。足取られます。見て、この根っこ、根っこ。よいしょ。よいしょ。ほうほうほう。ああ、前はここ行けたんだ。今は行けません。2番目に渡れるといい。この橋、この島に行くんだけど、なんか有料、この橋有料、名前忘れた。で、夜はライトアップするみたい。買い取りおじさん、買い取りおじさん、何でここ降りたんだろう。船がないんだけど、船がないんだけど、何で降りたんだろう。芭蕉の日。よいしょ。この人って芭蕉の弟子だっけ？違うんだっけ？よくわからないけど、たくさん火があります。で、一番最初登ってき、神社から登ってきて、あそこに奥の細道の看板、それを向こう側にさっき言ったところ。いや、これどっかで切った方がいいような気がするんだけどな。まだ先端まで、まだあっちある。見どころはたくさんありますよ。後半は。よいしょ。前は100いくつのね、岩窟があったんだけど、今は50ぐらいだそうです。全部掘ってあるからね、これは。中もくり抜いて、こういう動画だとさ、よくわかんないけど、ここが角、ここが角で、こういう面とこういう面になってる。かっくんって。下見ればわかるか。ここ見れば、あれ？ここ見れば。なんかこの辺はね、雑に突っ込んであるんだよね。この柱にも書いてあるよね、何かしら。こんな感じでございます。
ますね、ここは。すごいね。全然意味がわからないけど。昔はね、雨が降ると骨が出てきたっていう話だけど、すごいね、本当に。ここも詰められてるよね。壁穴開いちゃってる。この薄さ、この薄さでさ、削ってたってことなんでしょう。壁すごいね。読めません。気になるのがさ、この人工、全部人工なんだけど、このコンクリで四角く、なんか建物があったのかね。みんな踏みつけられてるけど。どっか踏んじゃいけないとことかあるのかな、うん、ちなみにこの柱3メーターぐらい。よし、これで最後の橋か。この橋っつっても渡るブリッジじゃなくて橋角あとでいいんだよね、読み方。これ座っていいのかな、座っていいのかな。景色はいいよ。景色も。ツルツルでございます。あ、頭じゃないよ頭じゃないよ、うん、どうみんなね。あ、ここも場所みたいだね。
なんか文字書体がすごいね、上は。全然わからないけど、こういうやつでございます。ぐるっと回っておしまいげだね。よいしょ。どこなんだろうね、3番目の橋、うん、どれなんだろう。これなのかな、ね、この橋を渡る赤い橋が渡月橋で1番目に渡って、2番目にこのライトアップされる長い、一番長い橋、この3つある橋の中で一番長いやつ、2番目に渡って3番目にこの辺にある橋を渡って、最後はこの山の、おお、びっくり、最後はこの山の中にあるなんかお寺、神社だっけに行くと良縁があると言われております。うん、こういうの何なんだろう。どうしよう、上から行こうか、くぐらずに。すごいよね、この辺も木の根っこ、木の根っこの階段でございます。へい、あとはトンネルのとこの岩窟でおしまいかな。ちょっと急いで、30分か。で、ここを右に行って岩窟を見てトンネルを抜けて一周、長いけど一本でいいかねえ。来た時にトンネル最後って言ったんだから、わかるでしょ。本当すごいよな、修行の場、修行の場。ここはもう三段で、そこが最後のトンネル。ここは井戸っぽい。この辺にあったやつ全部まとめちゃったのかな。ここに渡る渡月橋も東日本大震災で壊れて建て替えたっていうからね、なぜかわからず賽銭箱が縦にとか横にって言った方がいいのか、まあ、詳しく書いてるブログとかあるので詳細を知りたい人はちょっと自分でググってください。このでっかい木は腐ったのか切られたのかわかんないけど、2メーターぐらいあるよ直径。でっかいトンネル。はい、終了。すごいね、俺の鍵じゃないよ、すごいの貝。じゃあトンネル抜けて終わり。
終わり終わりってね。デボリの跡、こっちの方が分かりやすいんだね。デボリの跡、ここは何か昭和の章でしょう。昭何とか何年、違うのかな、わかんないけど。見て上もほら、しかもこの街超綺麗に抜けてるよね、手彫りで。崩れたのかな、これ。よくわかんないけど。この穴は何なんだろうね。この壁の穴はさ、照明用の穴かもしれないけど。この穴の高さは1メーター80ぐらいかな。これ今見た人気持ち悪い、何これと思うだろうけど。手彫りのトンネルでございます。声が響く。はい、で、あとはここを、もうすぐそこ橋だから右側に少し行って、ここでおしまいか。危ないな、これ以上は。うおなんか白いものが動いたと思ったら、シラサギかなんかだったね。あれはウかな。あ、潜ったからウだね。アシュラっぽいもの。割れてます。割れてます。つながってます。しかも横穴全部つながってるからね、横穴は。はい、軽く急いで一周完了でございます。平成25年渡月橋桜一円の花以上でございます。それではまた次の動画を楽しみに待ってください。チャンネル登録よかったらお願いします。それでは。